ストレートエニアグラム二等辺の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、前にこちら、うん、対人コミュニケーションの人間学の著者、うんうんうん、片岡由佳さんを、うん、お招きしてというかコラボのお願いをして、うんうん、でまあ突然、うん、ライブやりましょうよって、うんうん、ホームタウンをいいことにグッグッて引きずり込んで、うんうん、でそれも心よく階段を降りてきてくださって出てくださいましたと、うんうん、ありがとうございます。ありがとうございます。でそれをまあ片岡さんもその動画に対するアンサーみたいな形で動画を上げてらっしゃってて、うんうん、とても楽しかったですと、うん、ただまあ、それを動画を私なりに要約すると、うん、二等兵くん楽しかったわと、うんうん、でもまだまだ勉強足りないわね、うん、私も頑張るわって言ってるような動画、うんうん、ありがとうございますと、なんか鼻をツンってされたような塚さんくっさんごめんなさい、まだまだねまだまだねみたいなことをやられて、うん、そうっすねってなってますと、うん、でその中で新しい波を感じていらっしゃるのかなってちょっと思ったのが、うん、なんかまあ壁を感じていらっしゃる、うん、20年やってきた片岡さんがなんかそのエニアグラムには壁があるんじゃないかっていうのを感じていらっしゃってて、うん、壁そうで、うん、もうそういうのを取っ払って、うん、知恵を集めましょうよみたいなことをおっしゃってるんです、はいはい、それを見て、うん、まずちょっとごめんなさい、妄想が始まります。ここから、うんうんうん、はって思ったのが、うん、三国志スリーキングダム、うん、覇権争いで曹操だと、うんうん、片岡さん、うんうん、で劉備だと、うん、で食事するシーンがあるんですね、うん、2人で、うんうん、まだ劉備駆け出し、うん、曹操もまだ一国ぐらい、うん、炎章とか、うん、いろんな国にまだたくさんいるときに、うん、曹操が劉備に向かって言うんですよ、うん、世で大事をなす者は俺とお前だけだ、うん、できる人間は俺とお前だけだ、うん、って言われて劉備はその雷が落ちたときに箸を落として、うん、ちょっと自分の才能を隠すみたいなシーンが、うん、はって見えたんですね。横山ミステル三国志です、はい、箸を落とす僕みたいな、うんうん、隊長いますよもちろん、劉備ですで、M8 が劉備で、は、うん、そうだ、うん、ここから僕たちは国を取りに行くんだ、うんうん、国を取りに行くそう、まあ、その国がまだどこかは僕にはまだ見えてない全然、うん、なんかどこかなんか蜀っていうのは、うん、三国志というところの、まあ、辺境、うん、山奥だけど資源が豊富みたいなところがあるんですけど、うん、そういうところがあるのかなって、うん、まあ例えば YouTube じゃないですか。なるほど、うん、そっか、僕地理的に東京じゃないけど、うん、名古屋がそういうとこかなって、うん、YouTube です。なるほど。まだエニアグラム界が YouTube にはそんなに、個人でやってる人はいるかもしれないけど、なるほど、うん、そっか、うん、で、うん、これから取りに来ますよ大きいこと言うで、取りに来ますよ、あ、みんながね、みんながそっか、うん、で、まあ、その片岡さんの話に戻すと、うん、その壁を感じてる、うん、で、あ、片岡さんでもそうなんだ、うん、で、まあ、そのライブで上げていた動画で、うん、まあ、話題になったのは、うん、まあ、そのセンターの、うん、分け方についてでお聞きするみたいな話、うん、動画を上げたんですけども、うん、そこでその、うん、まあ、我々のよく YouTube を見てくださっている仮面巨人さんが、我々のライブその、うん、話しているよりもチャットが面白いなんて僕思ってるんですけどその僕もこう話しながらチャット面白いって面白いな、でチャットで、まあ、仮面巨人さんが、うん、要は決められない、要は血液型みたいに、うん、これやったからこれだよねっていうのが決められないっていうのを見て、うん、エニアグラムって自分で決めるものですよね。自分で決めるものは違いましたっけ決めていいんですよね、僕が自分のやつは決めるものですか探っていくものみたいな、僕の感覚的には探っていくもの、これじゃないかこれじゃないかこれじゃないか、あ、でもまあ、うん、結局これは、うん、その人に言われて、うんうん、あ、じゃあそっちねっていう話じゃないですもんね、まあ、でも人に言われてそうだと思えばそれもあるな、ね、あ、なるほどなるほど、うん、要はその、うん、片
片岡さんとまあコラボさせていただいたときに、その初めにあなたさんではっていうのを言われて、ちょっとそれを僕小林さんすいません面白おかしく動画にしてここでライブに引っ張り込んじゃったんですけども、あの皆さんその3打6打そういやで小林さん、僕ちょっとあのおたさの姫みたいな高校生の表情で、みんなが私のために喧嘩をしているわって思いながら見てたんですけども、あのすごい分かりやすい、僕もこれちゃんと読んで理解をした、そう分かりやすい、あそうだよねそうだよねって思った、うん、でその上で僕の感覚的には6だってなったんですよでもその見る人によっては、うん、その3だ、うん、3だぜとフィーリングだって、この人はフィーリングだ、うん、ハートこれでハートごめんなさい、ハートだっていう人と、うんうん、いや、うん、あのヘッドだってで僕がガッツあるかもない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 みたいなの、うん、なんかその結構バラバラなんですよね、うん、要は見方がやっぱり人それぞれ違う、同じものを見て同じように見てるわけではない、あなるほどってとこですよね。で、うん、なんかこれが分かるものができたらすごいと思いませんかと思ったんですよ、うん、あのこれをやったら、うん、誰でもこれをやったら、うん、このタイプって分かるんですよ、うん、っていうのがなんかそのいや新解釈ができれば、うん、なんか楽しいんじゃないって思ったんですね、うんうん、いやこれをやるとできるとか、うん、まあそのライ麦畑で捕まえてっていう、まあ、米アメリカの小説の古典も、うん、やっぱり訳が昔はそのわしがって言ってたのが、うん、やっぱりその古臭くなってから私がに変わっていくわけですし、うん、だから村上春樹も訳すしみたいな、いやそういうもの、うん、エニアグラムもなんかその時代で考えていいんじゃないって思ったんです、まあ、時代だしっていうところもありますよね。そうで、うん、その片岡さんがその今壁があるとか、うん、あのちょっとエニアグラム界に問題があるって危惧されているのは、うん、片岡さんも ご自身もいろんなところに行って、うん、誤認というか、うん、あのあなたはこれだって言われたのが全く違うとか、うん、その私は例えばどこかの会に行って、うん、私は何タイプだと思いますって言った時に、うん、違うと思いますけどどうぞ自己紹介続けてください、うん、みたいな、うん、蘇生乱造されたファシリテーターみたいなのが、うん、なんか問題と思ってらっしゃる、うん、ならなんかいっそね、うん、なんかその入り口エニアグラムの、うん、入り口をなんか作っちゃえばいいんじゃないかみたいな、まあ、もともとうちはその入り口的なものかなとは僕は思ってたんですけどね、あの、まあうん、確かにどこで学んだわけでもない、どこで学んだわけでもないし、どっかの教会のことがすごくいいこと言ってるとかっていうよりは、はい、いろんなものを見て僕自身が納得するものを、あ体調そうですよ、そうなんかこの人のこれがすごく心に響いたとか、この人のこれがすごく心に響いたみたいなのが残ってるので、別にこう僕の中で壁はないんですよね。あなるほど、あじゃあちょっと、うん、なるほどね、あだとするとまあ三国志っぽくすると、うん、理想の血筋だって理想の血筋俺は理想の血筋だって言い出した、うんまあ、そんな風に思ってくださいと、うん、そんな感じそんな感じで、まあ、なんかみんなでなんか分かりやすいエニアグラム、うん、で要は他のエニアグラムを見ますっていう人に見てもらったけど、うん、違うと思うんですって来る人もいる、ここに、うんうんうん、いるいますよね、うん、でこういう風じゃないですかっていう、うん話をしてるんですけども、うんまあ、片岡さんの器具としてはなんか、まあ、いろんな人と比べるといいよみたいな、うんうん、いろんな人と僕は比べてますけどね、あで、まあうん、でもちろんで、うん、我々のところにもいろんな人がいるので、うんうん、あできるじゃんと思ったんです、うんうん、でまずここでその宿題と思ったのが、うん、あのハートについて考えたいって思ったんですね、うんうん、それはハートセンターの話、そうですね、でもハート、まあ、センターの話、ハート、ヘッド、ガッツをちょっと考えたいなと思ったんですよ。でまずあのハートについて語りたいと思ってるんですけど、一旦その心について叫びたがってるんだっていうライブをやりたいと思って、でそれについてはあのいつ今週、
12月の18日の金曜日の、まあ、9時半ぐらい、9時から9時半ぐらいですかね、にその心について考えようじゃないかっていうライブをやりたいと思ってますと。でそれ広い意味での心っていうことになるかもしれません。あの一応あのよっこさんを誘っております。はい、ツイッターのメールでお願いをしたところ、ありがとうございますって可愛い感じなんですけど、あのボキボキって音が聞こえましたやったるでっていうもうぐいぐい回してるのは文面から、読み取った ありがとうございますってのがニコちゃんマークなんですけど、音は聞こえた、もしかしてこうやって研いでるかもしれない、シュッシュッて戦の準備、戦の準備を猛将猛将よっこまあ、呂布ですね。一期当選のよっこさんを今心について叫びたがってるんだで、お呼びしてるんですけども、一回、まあ、その前にね、じゃあよっこさん喋ってくださいっていうのも失礼だから、私が考えた心についてをちょっと紹介したいと思います。はい、これあの広告制作会社約20年約20年のディレクターが描いた絵です。この絵、この絵を見てどう思いますか。どう思いますか。この絵を見て女の子が転んだを見てどう思いますか。シンキングタイム10秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9。どう思いますか。この絵を見てどう思いますかって言われるのが困るなって思ったなるほど、この何を聞かれてるんだろうなっていうのをいろいろ考えたみたいな。こういう女の子がいたらどう接しますかって聞かれてるのかあ、じゃあしまったな。じゃあこれは失敗になりましたが、じゃあ意図を聞いてください。僕の意図を説明します。はいはいはい、あのアイデアラッシュですからね、これは。はいはいはい、もうここあの M8 招待では今、エニアグラムの新解釈を作ろうとしている。だって言ったもん、壁壊せって、新しい知恵を集めようぜって、って言ったし、あ、言ったからいいって言うわけじゃないですけどねあの建国しようとしている、職をね、あ、三国志知らない人は今新しいことをやろうとしている、で、まあ、だから僕たち気にせずやったらいいっていうことですよね。何でも気にせずやったらいい、もう知恵どんどん集めて分かりやすいエニアグラム作ろうよみたいぐらい思ってる、僕の中では今、で、まあ、失敗したんですけど、これ何がやりたかったかっていうと、これを見て僕の想定ではね、ハートヘッドガッツを、でこの絵を見て感じる方が違うんだろうなって思ったんですね。で、僕の、まあ、違いましたねで、僕の中でこの絵を見て、ハートセンター、ハートの人は、僕はハートの人を憑依型と考えたんですね。要はこの人の気持ちになる、痛そうとか痛いってなったら憑依した人、だから痛いって言うとかだと、あ、あなたはハートですねとかできると思ったんですね。で、ヘッドの人、ヘッドの人はこれを見て石があって転んだって答える、なぜならヘッドの人は観察型だから、要はスカウターがついてるんですよ。スカウターがついていてこれを見て判断はできるから、気持ちになって考えてって言われると、じゃあこの人のこの子の後にどうすればいいかっていうことは考えれる、から大丈夫ですかとかは言えるんですけども、要は見て観察する人、でガッツの人はこれを見たら、あ、ちょっとガッツの人は僕の中では下手ですよね出せよこれ全部今回は出すよ今日は、ハートは憑依、ガッツは、あ、違う、ヘッドは観察、でガッツの人たちは我を思う、なんで痛そうだなって思う
で答えたら、うん、ガッツだと思ったので、うんうん、隊長がこれを見て痛そうだなって思ったとか、うんうん、僕だったら、うん、僕だったらこうも僕だったらこうってなったら、うん、ガッツだと思ったので、あながちじゃあれだったんですよ。困るなって思ったっていうのも、うんうん、あ、これ Q だから言ってるのかな僕。この例えばこれが絵じゃなくて、はい、実際のなんか小さい女の子が転んで怪我をして泣いてた、はい、っていうのを見た時にどう思うかですよね。そうなんですかね、守らなっちゃうじゃないですかね。 あと今回ははっきりと壮絶に終わったが、あ、うん、あの次のねライブにあたり、うんうんうん、僕がこのフィーリングって何だろうって考えたのは、うん、そのいやだって心って脳の、うん、脳じゃないじゃんって初め思ったんですね。あで、うん、心は脳が作った脳が作ったものだよと役割として脳が作った、うん、っていうのがあるけど、それはごめんなさい起きますやっぱりあの胃腸ってあるじゃないですか、うんうんうん、要は何かを食べた時に、うん、悪いものを食べると下痢しますよね、うんうん、これって反射なんですよ、うん、条件反射、うん、脳は命令してない、うん、これが、うん、ハートだと。この仕組み脳は命令しなくても、うん、動くもの、うん、がハートだよって解釈したんですね。ハートだよ、感情だよってこと、感情だよって、うん、だからそのバッて何かあった時に泣くは、うん、これ感情だなと、ね、脳は考えてない、うん、条件反射、うん、これが感情を感じるだよで、うん、ああ話が混沌としてきたまあこれを流そう、これを流そう今日は。こういう会議だと思って。そう、こういう会議。あの要はもう今我々は新しい分かりやすいエニアグラムをちょっと作りたいななんて。そう。でこれを見てこれはこうじゃないってコメントが来れば取り入れられる。そう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 。で僕はこれを見て、うん、あのフィーリングの人たちは、うん、アハートの人たちは憑依するから、例えば2だったら、うん、なんかその。気持ちになって、うん、まあ、4だと分かりやすいんですけど痛いって思う、うん、とか、まあ、ちょっとこの絵は違うんですけど3の場合だとちょっと違っていて、うん、憑依反映型なんですね、うん、言葉ばっかりちょっと作っちゃうんですけど要は憑依して、うん、この人は何を言ってもらったら嬉しいだろうなっていうのを反映するんですよ、うん、3の人は反映するっていうのは自分がそう行動する、そう行動する、うんうん、なんで4の人は痛いなと思ったら痛いって思う、うんうん、で2の人はちょっと置いていいですか、分かりにくいから、うん、ごめんなさい。で3の人は、うんうん、人の気持ちになって、うん、その人の気持ちが分かるから、分かるからっていうのはこの3の人のフィルターなんですけどね、うんうん、分かるからそのこの人が喜ぶことを言う、うん、だから4の人はこの人の気持ちに入ってから、うん、あこの人の気持ちはこうなんだろうなって分かるから同じ痛みは分かる、うん、でも3の人は気持ちになって、うん、あこんなことを言ってほしいんだろうなってことをやる、うん、言う、うん、っていう感じで憑依反映型ってちょっと名前先行なんですけど、うん、っていうのを例えば実際に、はい、女の子が転んでこうすりむいて泣いたらどうしますか、はい、どんな気持ちにそこを考えるの忘れてたんですどうやってこの Q タイプで説明すると分かりやすいだろうばっかり考えていて、うんうんうん、それ多分僕が本当に目の前にしたら痛そうとかっていうよりもこれこの場どうしたらいいんだろうなって考えると思うんですよね声かけた方がいいのかなとか、女の子泣いてるなみたいな、そうこれ助けた方がいいのかな、これがブレインストーミングですよ今フィーリング分かりやすくなんか説明できるといいなで今僕は一生懸命、うん、で、うんうん、というのは例えば、あ話はごまかしちゃうんですけど、そのいやごまかすな、ごまかさない OK 聞こう、例えばそうやって言われた時に、はい、
僕だったらちょっと困るなと思ったらそれは違うってなるじゃないですか。もう一回言ってください。ガッツの人は、はい、我を思うだから、はい、痛そうって思うって言いましたっけ。言いました。言いましたよね。言いました。痛そうって思う。で、痛そうって思うのは思うと思うんですよ、はい、だけどそれよりもなんかこうこの状況どうしたらいいのかなみたいな、あの子を助けるべきか、お母さん周りにいるのかなとかっていうことをこう考えてしまうと、痛そうって思うって言われると、あ、ちょっとなんか違うかなみたいな感じになってしまいそうな、うん、でも、はい、我を思うっていうのはなんか結構しっくりくるんですよ。僕はこう思うって多分いつも言ってると思うんですけど。あ、そうですね。だから、うん、そうで、うん、ごめんなさいね、ちょっと話をいろいろごまかして、はいはい、あの前のライブの中で隊長がおっしゃってた、うん、要はその今ここ、うんうん、言葉が悪いんじゃないって。そう、言葉が悪いんじゃないかな。あ、なんで要はそういうのもどんどん考えていこうって、うんうん、なんか今ない丸々を妄想する M8 状態ですから始まり、うん、あ、作っていけるじゃん、うんうんうん、あの建国できるじゃん、うん、まで思ったんですね、職を、うん、いや、でもしかしたら職じゃなくて、うん、あの神かもしれない、神かもしれないキングダムですと、中華統一、中華統一ですと、法で支配するのだって、うんうんうん、人民が決めるのだって、うん、神かもしれない、っていうなんか、うん、そんな妄想をしながらちょっと実験は失敗に終わったんですけど、うん、まあ、でもそういうとこですよね。なんかそういうのを考えていきましょうみたいな。そう、もっと分かりやすい、例えばこの間のライブでも、はい、なんかもともとライブ動画を撮る前、はい、ライブをやる前は、はい、てっきりあなたたちの診断方法が間違ってるから誤認を起こしてるんですよ、うんうん、って言われると思ってたんですよね。ああ、なるほど。だけどこの話を聞いていくと、その、センターで見る方法なわけだ、はい、だったわけじゃないですか。あ、まあ、主はそうでしたね。主はそうです。でセンターで見てないから間違ってるんですよって話だったんですけど、僕の中ではセンターで見ると6なんですよっていう。なるほど。そう、やっぱりバイアスみたいなのが多分僕思ったのは、うん、そのフィーリングだよっていう人が、うん、フィーリングだよって言ってる、うんうんうん、でいや、まあ僕もそうですよね、うん、僕は全部そのみんなに6っていうみんなに6っていう、あ、この人の言ってること分かるって共感持てると6っていう、6っていうっていう、まあ、バイアス、認知バイアス、あ、うん、で、あとその今日僕がその憑依型って言ったのは、うん、その片岡さんとても優しいので、うん、そのもしかしたらユージさん、うん、あの これこう思ってませんでしたかみたいな、うんうん、でなんかちょっと共鳴した部分があったのでっていうふうに言われて、うん、あ、僕そのこと全然思ってないですと、うんうん、楽しかったですって、うんうん、僕は全然楽しかった、うんうん、でもなんかそのちょっと心に穴が開いてませんかみたいなことを言われて、うんうん、後からフォローでね、うんうんうん、あれ僕全然めっちゃ楽しかったですよって思っていて、うんうん、あ、そっか、憑依したんだもん、うん、憑依したけど自分だったら、そう、自分だったらっていうので、うん、僕の中を憑依すると、うん、そうなんだろうなと思っていただいたんだろうなって思い、僕はそのフィーリングタイプを憑依型だって名付けて、うんうん、3だけなんか憑依反映型ってつければ頭よく見えるかなみたいな計算が働きつけたと、うん、っていうちょっとなんか、うん、あとはちょっとみんなでライブでねライブで盛り上げながら、うん、なんか分かりやすいエニアグラムが、うん、できたらなって、うん、壁のない、まあ、でも、まあ、バイアスじゃないですかって僕は思いますけどねでもちろんで僕はこういうのを本当は止めてた、うん、隊長ダメだよって出すなよって言ってたけど、片岡さんも全然、うん、いや言ってくださいよって言ってたし、片岡さんも、うん、そういうのがもしかしたら壁だと思ってるかもしれない、うん、そうそういうバイアス、結局こうバイアスって自分が正しいと思う気持ちじゃないですか、はい、ってなると自分と違う意見は正しくないって見えてしまう、はいはい、でそれはこう誰にでも起こり得るっていう、こう心理現象じゃないですか。あ、しそれは、うん、あのユングも河合駿さんも、うん、いやもう個性っていうのは、うん、もう個性心理学っていうのは、うん、もうそれぞれ考え方があって、うん、河合先生が言ったからこれが正しいっていうのも違うよと、うんうん、
そう、それこそが違うんだって言ってるので、うん、いいじゃんなんですよね、うん、そういいじゃんっていうのとこう同じものを読んでも見ても聞いても捉え方が違ったりするじゃないですか、はいはいはい、今の話でいくとこう同じハートとヘッドの説明を聞いても、はい、僕は6だと思うし3だと思うしっていう人もいて、はいはいはい、僕はちょっとそのさあの、うん、健全度の高い3って言われると嬉しいんですけどね、あで統合の方向ですねって言われるとそうかなってで思うとそっちに寄せようっていうバイアスが働いたりするじゃないですかそうそうっていう、まあ、バイアスなのでバイアスを取っ払って深く掘り下げていくっていうのがエニアグラムなんじゃないかなっていう、はい、あと私は、うん、これをやるとみんなが分かるっていうのを作りたいと思って、はいはい、失敗したけど、うん、今日これ昨日夜考えた時に出たと思ったんです、ね、もうできたじゃん俺ってでこれを作るんだったらいろんなタイプに聞かなきゃいけないんですかこの絵を見て皆さんどう思いますかっていう1の人2の人3の人オッケーじゃあちょっとこのライブでそれをやりましょうと思ってます、うんうん、で6だけで考えると多分間違いない想像ですからねあで、まあ作っていきましょうよ、うん、あのっていうところですね、っていうとこですね、あっていうところで、はい、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、チャンネル登録も何卒よろしくお願いします、ありがとうございました、ありがとうございました。